安藤夏さん、ローラーズガーデンにいらしたんですか？はい。ご主人のローラさん、亡くなられたんですよね。素敵なお店だったな。はい。私、高校生の時にローラさんのお菓子の本に出会ったんです。その本を繰り返し繰り返し読みました。一つ一つ丁寧に手作りで、庭で育てたフルーツを使って作るケーキや、宝石のようなゼリータルト、お金になるお菓子を作るのではなく、うちに来たお客様をおもてなしする気持ちでお菓子を作る、そうおっしゃっていました。そう。で、どれぐらい働いてたんですか？一ヶ月足らずでしたけど、夢のような時間でした。そうですか。せっかくですが、うちも今年の採用は終わっちゃったんですよ。ああ。よかったら来年の採用試験受けてみてください。はい。三社祭りの間だけでも一人お貸しいただけると助かるんですかね。実はうちもその時期ちょうど銀座貸し祭りの最中で、職人の余裕がございません。いやいや、まあ他ならぬ私どもの初代が修行させていただいた満月堂さんのことですから、まあお役に立ちたいのは山々なんですが。いや、そうっすか。おばあちゃん、どうされました？大丈夫ですか？浅草へはこの地下鉄で行けるんでしょうか？浅草、私も今から浅草行くんで、ご一緒しましょう。助かりました。いやいや、私何も予定なかったんで。お気をつけて。ありがとうございました。もしもし、陽介、夏です。面接ダメだった。で、今は浅草にいるの。留守電聞いたら電話ください。バイバイ。浅草。何しおわば、いざこととは都どり、我が思うしとはありやなしやと。かの在原業平が都どりに問いかけたのは、はるか昔。
吉。都鳥は今も人の定めを知っているんでしょうかね。それ。あ、これ。あ、ありがとうございます。ただいま戻りました。お帰りなさい。いらっしゃいませ。一つだけでもいいですか？もちろん。よろしければこちらでお召し上がりになりますか？はい。ってとこ。満月堂か。すぐ近くだからちょっと待ってて。分かった。お待たせ。はいよ。はい。二つおまけ。あら、いつもありがとうございます。ゆかちゃんもうすぐ結婚式ね。はい。三者様のお祭りは最後の日までいられるの？うん、終わった次の日に出発。私たちも一緒なんだけどね、向こうで式挙げてすぐとも帰りよ。何せ遠いとこでやるもんだから。ジョージがさ、どうしても地元の教会で式を挙げたいって。88歳のグランマに出てもらいたいからって。ジョージ近頃か寂しくなるわね。北海道と変わんないですよ。ねえ、もうあれまだ決まってないの？そうなのよ。お祭りも近いのに弱ってるの、ね、誰かいい人いたらよろしくね。ああ、わかった。心がけとく。あ、洋介くんいらっしゃい。こんにちは。あれ、あ、何やってんのおふくろ。おふくろ、なんとかさ、何よ。いや、友達来てんだよ。え、あ、あら、お友達だったの？あ、同級生だったんです、聖火学校の。おふくろと兄貴。まあ、いつも陽介がお世話になっております。そらこそお世話になってます。そう、じゃああともどっかお菓子屋さんにお勤め？はい、いえ、勤めてたんですけど事情があってお店がなくなってしまって。留守電聞いたよ。面接残念だったね。うん、いや、まあすぐいいとこ見つかるよ。そうだね。じゃああた、今お時間あるってこと？はい。みっちゃん！ん？助かったわ。明日朝9時からよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。決まったんですか？よろしく、頼りにしてるよ。いや、私和菓子のことは全く。接客だけでいいのよ。三者様のお祭りの間だけね。え、親方、よろしくお願いします。
偶然か必然か、人と人はこうして出会うんですね。じゃあ明日からよろしくお願いします。お願いね。お願いします。失礼します。満月堂。今日からよろしくお願いします。おい、よろしくな。やっぱり和菓子屋さんも早いんですね。当たり前だよ、もう朝の仕事は一段落だ。あら、おはよう。あ、おはようございます。早いのね。ちょっと目が早く覚めてしまって。朝ごはんは？コーヒーだけは。朝はちゃんと食べなきゃ。一緒にどう？改めて紹介するわね。こちらが親方の安田梅吉さん、職人の丸岡武三さん、そしてこちらが安藤夏です。よろしくお願いします。安藤夏ご両親甘党なんだの？はい、まあさあどうぞ召し上がれ。はい、いただきます。おいしい。あの、皆さん毎日ご一緒に。うん、朝が早いでしょ。5時半からの一仕事が終わったらこうしてみんなでね。5時半、うん、そんなに早いんですか？どこの菓子屋もそうだよ。特に今日からは三社祭りに向けても臨戦態勢だ。あ、親方、満月まんじゅう2000個でいいんですか？そうだな、2000。なんか見てて。あったあったあった、忘れ物。病院2時だからね。え、2時。あ、分かった分かった。前前走りなさい。一口にあんこって言ってもね、粒あん、こしあん、白あん、うぐいす、味噌、黄身、何種類もこしらえるんだよ。それここで全部作るんですか？うん。驚いたかい？すごいです。私作るのもお手伝いできます。包むくらいだったら容量さえ教えてくだされば。余計なことはしなくていい。すいません。はい、お待たせ。うん、ありがとうございます。一番ちっちゃいの持ってきたんだ。はい、どうだろう。ちょうどだね。さっきの寿司屋の話だぞ。はい、こいつちゃん、あ、後で寄るから。じゃあ、オッケー。おー、ご苦労さん、ご苦労さん。いよいよ明日です。いろいろ頼ます。あー、大変だな。はい、頑張ります。よろしくお願いします。あ、引きろ、これ持ってけ。ほら、いや、これ、こう、いや、あの、ショー、ショーもあったんだよ、これ。あれ、こんにちは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。なんだよ、雷門の雷神様みたいな顔して。すいません、この子今日初日なんで緊張しちゃって。ねえ、なっちゃん、ほら、もう少し笑顔。あ、そっかそっか。聞いたよ、さっき。やっと来たアルバイトって。安藤夏です。安藤夏？ご両親、甘党だな。あ、どら焼き10個、済んでくれる？はい。どう、順調？今もね、出店の場所決めの会合だったんだけどもさ、
お好み焼き屋とカステラ屋がまあ譲らねえんだよ。すみやしねえよ。ほんとお祭りの世話役って大変ね。まあね、参るよ。どこ行ってもお前のおやっさんの時はああだったこうだったって言われるとね参る。お父さん